原作の、ね、パプリカはね、僕のエンターテインメントのさっき、まあ、集大成と申し上げたけれども、やっぱり一番傑作じゃないかと思うんですね。文章によった形で映像化していくこともできるとは思うんですけれど、それは私のやることではないなと。どう暴れてもらおうが、こちらは原作はがちにできているつもりなので、結構だと思いました。絵から考えて、その絵を見せるために話があるっていうぐらいの、重心の動画をした。原作者筒井康隆、監督今智、二人のパプリカとは。これはね、エンターテインメントとしての、それから精神分析の話としての、まあ、集大成みたいなもので、映画パプリカの原作は前衛的な作品を次々と発表し、巨匠の地位を築き上げてきた筒井康隆が1991年から婦人雑誌に発表した連載小説。文壇に衝撃を与えた断筆宣言直前に刊行された最後の筒井作品である。まあ、私の、まあ、得意な精神分析学の知識を生かしたもので、こういうロマンをねやりたかったんだけれども、これがそのどの程度読者に読まれているのか、非常に不安だったんですね、連載しながら。ところがその連載している途中で、新聞連載の話がありましてね、半年ほど中断しましたかね。とその間にですね、第2部はいつから始まるのかという電話があったりして、あ、じゃあ読んでくれてる人いるんだと思って、随分嬉しかった記憶があります。小説パプリカには奇想天外な夢のイメージが溢れていた。筒井はこのストーリーを書くためにある方法でイメージを作り出していった。当然これはエンターテインメントですからね、枠組みがプロットがきちんとできてなきゃ書けませんので、それはがっちりとやりましたけれども、まあ、中に出てくる細部をですね、膨らませるためにやっぱり夢が必要なわけですね。その夢のサンプルっていうのはどこから持ってくるかって、自分の夢から持ってくるしかないわけなんで、で、まあ、いい夢が出てくるまでしばらく待ったりですね、そういう意味では非常に苦労しましたね。自分の夢を題材に書き進んでいった筒井、映像化のオファーも数多く寄せられ、筒井自身も望んでいた。しかし溢れ出る夢を映像にするにはあまりにも困難で、一時は実写化される企画もあったが立ち消えになったという。いよいよって時になって、やはりそのお金がないという、これはもちろん実写ですからね、当然これはお金がかかるだろうなとは思っていましたけれどもね、もうできるものと思っていたんで、断られた時は非常にがっくりしましたですね。そして2003年末、あるアニメ雑誌の企画で今智氏と対談、運命的な出会いとなった。最初にだから映像でどうしても見たいという気持ちがあったので、今監督にこの話を持ちかけたわけですからね。びっくりしました。いや本当に98年に、まあ、それも、まあ、実現性っていうのは当時からかなり疑問ではあったんだけれども、まあ、なんか企画を上げろと言われて、まあ、パプリカと言って、数年を経てねましてや原作者の筒井先生からそういう映画化っていう単語が出るだけでね、これは運命に違いないみたいなことを、まあ勝手に映画パプリカが動き出した瞬間だった。2004年8月、コンは前作「東京ゴッドファーザーズ」の特別上映のため台湾を訪れていた。熱烈な歓迎を目の当たりにしてこう話していた。10回
作への励みとして一番大きいですね、それはね。まだシナリオが、3分の1ぐらい進んだぐらいですから、まだまだ、ですけど、まあ、帰ったら少し本格的に、進めようかなと思ってます。小説パプリカの奇想天外なイメージ、今はどう映像化していったのだろうか。帰国後の11月、今はシナリオ作りに追われていた。パプリカのシナリオは序盤、中盤、終盤の3つに分かれている。この日の打ち合わせは映画のクライマックスを含む終盤のパート。打ち合わせにも自然と熱が入る。いやそれさ、場所は動けないじゃん。それだってそんな町長の展示スペースとさ、なんか像の像たちが一緒にあるとさ、あまりにもその雑然としすぎるから。コンはシナリオ作りと並行してすでに絵コンテを描く作業にも入っていた。今まで絵コンテ作りはシナリオの構成を決めた後に行っていたが、夢の映像化を実現させるために今回はこの方法を取ったという。しかし重要なクライマックスのシナリオが完成していない状況で絵コンテを描き進めて大丈夫なのだろうか。最後が先に見えちゃうと最後に向かって作っていくようなところがどうしても出てきてしまうんで、あんまり自分の性格だとどうしても後ろがこうだから前の方は控えておこうっていうのが強くなって、つい大きくするよりは小さくする方、無難な方を選んでしまいがちなんでね、自分に最も向いた方法論と違うものもあえて使っていこうかなとは思いますね。夢を映像化するためにコンが選んだ試み、それは原作へのこんな思いでもあった。すごく大好きな原作小説だし、だからこそあの映画に、映画の原作ともしたんですけれども、そのままやるんだったらそれは小説の方がはるかに素晴らしいし、まあ、意味がないと思うんで、どうしてもその筒井先生の文章による実感とかね、伝わる感覚は映像にはそのまま置き換えられないですから、むしろそのじゃあ夢を描くっていうところで、じゃあ映像としてエンターテインメントの映画の中で、夢として、感覚を伝えながらなおかつそのエンターテインメント性として機能する、物語の中で機能するものっていうふうに考えていかないと、結局は何も取れないまま終わってしまいかねないと。その一方、この方法を取ることでコンの負担も大きくなる。まだ完成していない部分のシナリオを考えながら絵コンテを描き、同時に作画もチェックしなければならないからだ。年が明けた2005年1月、シナリオがついに完成したという。そうです、何枚ぐらい？70枚ですね。去年のうちに読んで OK 出さなきゃいけなかったのをちょっと読む暇がなくて、ついさっき読んで OK を出したと。このパプリカならパプリカっていう映画の全体像が自分の中で、まあ、見えたっていうような感じなんですけど、まあ、私はとにかくコンテを終わらせるっていうことですね。あるんでしょうか。コンは絵コンテを緻密に描くことでも知られている。あふれ出る夢の映像化を最も大事にしたコンは、今までと大幅に手法を変え絵コンテを作成した。それは一枚の絵を描き、次のカットをイメージして描き進めていく方法。想像力を高め、すぐ後のシーンを考えるのだ。本番に近いくらいに描いてみないと出てこないアイディアっていうのもあるんですよ、やっぱり。
絵にしてみたらこれ使えるじゃないかっていうのがこう出てきたり、無意識に描いちゃったものが実はすごく意味があって、これあじゃあこれが使えるなとか。そのため映画ではシナリオにはない映像が数多く出てくる。それを象徴するのがオープニングのシーン。シナリオ上ではサーカス小屋でのシーンから始まっているが、実際の映画では暗闇の中から小さな車に乗ったピエロが出てくるカットから始まっている。 It's the greatest showtime! 絵にする段階で思いついたと。で、どうしてもやりたかったと。で、まあ、夢っていう無意識の世界からいろんなものが出てくるっていうようなお話なので、それを象徴するような暗闇っていう、まあ、無意識的なものの中からすごく小さいものが出てくるんだけど、小さいものの中から大きなものが出てくるっていうような、その何かこう作品全体を象徴できるカットが欲しいと。だから本当はシナリオ通りにやればカット3なりなんかから始まるんですけど、やっぱりそれじゃしっくりこないっていうところでこの2カットは足してます。やってるから時間がかかって、さらに予定していた尺より伸びてしまうんですけれども、思いついたものを全部諦めて、規定された予定通りの作業をしてったらきっとちっとも面白くないものになるはずなんで、まあ時々は我慢することもあれば、でも大抵はやっぱり新しいアイデア、面白い、その時面白いと思ったものをやっぱり絵にしてしまいますね。するために、溢れ出るイメージを楽しそうに解説してくれるコン。しかしこの手法は作業を遅らせる結果にもなっていた。それから半年が経った7月、コンはひたすら絵コンテの作業を続けていた。この時点で完成している絵コンテは全体のおよそ6割、物語の半分のイメージを書き終えただけだった。度が過ぎておりましてですね、ちょっと自分でも完成はするんですけど、でも一度始めてしまったことはなかなかやめられない。私は進むことしか考えられない人間なので、作ってる方にもわからないぐらいだから、逆にとっても先が読めないようなね、面白いものになるんじゃないかなっていう期待もまあありますね。ただヘトヘトにもなりますね。この日書いていたのは雨の中、厚子と島が車の中で会話をするシーン。コンはここでもイメージを連想させ、物語を組み立てていった。彼の意識は抜け殻同然でした。さまざまな夢の集合体に侵食されて。夢の集合体。あるセリフがあって、一回その夢が夢を食っていくみたいなところがあるんですけど、接触を受けた夢は次々に飲み込まれ、増殖しながら巨大な妄想に導かれて、そこでただ喋ってる2人を交互に映せば、シーンとしては成り立つんだけども、実際その絵を描いてみてみるとですね、まあ全体像で言えばこういう風な状況で、まあ、こっち撮ってこっち撮ってになるんですけど、まあワイパーがこう止まってるにしても、当然フロントガラスにこう水が、水滴がついてて、それが垂れるだろうなってやっぱ考えるんですよね。こう絵を描いてみると垂れるっていうと、それはなんかこう水滴が垂れて他の水滴を食って、タッ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 と流れになってダーッと合流して太い流れになる。でこれはまさに喋ってるセリフと同じじゃないかと。接触を受けた指が次々と合流、増殖しながらっていうのがね、じゃあこのセリフに合わせてそういう絵にできないかと思いついたら、もうやっぱりきっとどうしてもそれはやりたい、どうやって処理しようかなっていうのを考えてて、昨日ちょっとまあ飲み屋行った後タクシーで帰ったんですけど、
ちょうどそういう雨はもう止んでて、でもフロントガラスにはまあ水が残っててっていうのをまあぼーっとそのタクシーの中で見てたら、やっぱりやらなきゃなって。